0.3 元アップすると、はい、あの箱もこれに合わせた箱がくっついてくるだけで別に入れてくれるわけじゃないね。そうです、箱がくっついてくる、はい、入れてくれるわけじゃないよね。入れてくれるの？そうです、入れてくれるよ、あの作業費まで。ああ、0.3 元で、はい、だから安いと思う、うん、それはいいね。すごい膨大な量になりますよね。でもね、きっとね、1200個が箱に入ってくるんだもんね。まあ、そうですね、あの運賃が高くなる、うん、まあ全部一度に運ぶとね。あ、運賃すごく高くなるよ、これはね、うん、すごく軽いでしょ、うん、これ、うん、じゃあ、あの、だいたい運賃は国便ですか？国便ですね。国便の場合は高いです、うん、だから体積と重さとどっちか高い方ってやつでしょ。そうですよ、こういうものは絶対体積ですよ、うんうん、重さじゃないです、うん、かといって仮面箱に入れてそれをコンテナに詰めて送るほど単価は跳ねないしね、はい、だ結局だから運んだ先で箱に詰めないとできないってことですよね、現実的にはね。